エリック・ウッドは、オハイオ州シンシナティ出身の元アメリカンフットボール、選手、NFL のバッファロービルズに所属していた。現役時代のポジションはセンター。高校2年時には、タイトエンドとして、プレー、3年時にタックルとして、全15試合に先発出場した。大学進学を前にライバルズ .com、スカウト .com からは2つ星に評価された。 トップランクのオフェンシブラインマンには評価されなかったが、ルイビル大学、ボーリング、グリーン州立大学、オハイオ大学、シンシナティ大学、インディアナ大学、コロンビア大学からのオファーを受け、ルイビル大学に進学した。初年度は、レッドシャツで過ごした。2005年、全12試合に、センターとして、先発出場、ライバルズ .com、スポーティングニュース、 カレージフットボールニュースよりフレッシュマンのオールアメリカンに選ばれた。また学業でもビッグイーストカンファレンスで表彰されている。2006年、2007年も全試合に先発出場した。2007年にはビ b ブライアン・ブロームに率いられたオフェンスは全米6位の1試合あたり488.0ヤードを獲得した。2006年から2008年まで3年連続で ビッグイーストカンファレンスのオールチームに選ばれている。4年間で49試合連続でセンターとして先発出場したが、これはトラビスレフューの51試合に次ぐ大学歴代2位の記録となっている。2009年の NFL ドラフトではアレックスマックと共にカレッジベストのセンターの一人と評価された。ピッツバーグスティーラーズの往年のセンター。 マイクウェーブスターとも比較された。ドラフト前のスカウトコンバインでは、ベンチプレスを30回こなした。2009年の NFL ドラフトでは、一順21位で指名されたマックに続いて、一順28位でバッファロービルズに指名された。ドラフト一順でセンターが2人指名されたのは、1983年にデーブリ・ミントン、ドンモスバーが指名されて以来のことであった。 ビルズでは右ガードとしてキャリアを開始した。トレーニングキャンプ開始前には契約がまとまらず、同年7月28日、チームと5年契約を結んだ。契約金額は1200万ドル以上と報じられた。右ガードとして先発の座を手にし、センターのジェフ・ハンガートナー、左ガードのアンディ・レビツリーラというニットを組んだ。第11週のジャクソン・ビル・ジャガーズ戦の 第4級に、モンタビアス・スタンリーに足を踏まれて、低骨、肥骨を複雑骨折し、ジャクソンビルの病院で、手術、11月24日には故障者リスト入りし、シーズンを終えた。2010年10月21日の、シンシナティベンガルズ戦で左足を痛めた。この年足首の怪我のため、ピッツバーグスティーラーズ戦、ミネソタバイキングス戦の2試合に欠場した。 2011年、ハンガートナーとの争いに勝ち、センターのポジションを手に入れた。ガードには、レビツリーとクレイグ・アービックが入った。オフェンスライン及び q b ライアン・フィッツ・パトリック、RB ・フレッド・ジャクソンに率いられたオフェンスは、復活を果たしたが、第9週に負傷し、シーズンを終えた。この年彼は退治した、守備選手に q b サックを許していなかった。ありがとうございます。